どうもジラティです、ロストオデッセイまた続きをやっていきたいと思います。ちょっとね裏でいろいろやってました。でね、一つ気づいたことがあって、町の人たちに全く話しかけられないって私ずっとここ3回ぐらい言ってたと思うんですけど、話しかけられることが可能だってことが分かりました。だってさ、話すとか出ないんだもん、こうやってね、で犬にも話しかけられて、まあワンワンってね、ワンワンとか言わないのかなって言ってたけど、話しかけるとワンワンって言いました。でね、例えばね、ひねくれた性格のムーガっていう人なの、この人も。でなんだけど、まあ、全員に一応話しかけたんだけど、2人ぐらいね、ひねくれたの火あるでしょ、ひねくれたの火、左にね四角い白いマークがついてる人がいました。なんかちょっと特別感あるよね、なんかあるんだろうね、その人たち。名前の横に左に四角いマークがついてた人がいましたよっていうだけの話なんですけど、何なんでしょうねっていう、なんかクエストとかで関わるのかな、なのかな、わかりませんけど。それでね、いろんなね、やっぱりね、いろいろ話しかければ話しかけるだけこの町の、まあ、現状っていうのかなまあ関係ない話とかもいっぱいあるんだけど、現状っていうのもやっぱり多少わかるんですよね。でね、ただこの町の人の言葉っていうのはストーリーが進むにつれて変わるのか知りませんよ。よく変わるのあるじゃないですか、大昔のゲームだとね、あれだけど、今までこう3回ばかりずっとメイン進めてきましたけど、まあまあ進みは悪いんだけど、それでね、トルタンとかいろいろいたでしょ、ガンガラとか評議会のロクシアンとかね、でね、その中で話してた内容からいろんな察すること、あ、こういうことなのかなとか、そういうことの確認ができたっていう感じかな。大体似たようなことっていうのかな、頭の中で描いてたようなことを話してましたね。ただそうなんだっていうのもまあいくつかあったり、まあ新しいことがね、知ることができたりっていう、のもいくつかありましたね。だから町の人、まあ全員っていうのまああれでしょうけど、まあ私結構全員話しかけちゃうんで、話しかけてからメインストーリーだから進めると、まあなおね、ああそういえば町の人言ってたなとか、いうことに、ああ町の人が言ってたことってこういうことだったんだとか、そういういろんなね、柱が太くなるっていうのかな、知識の、っていう感じかな。なんかぶっ飛んでいい情報が入ってきたってわけでは今んとこないけど、まあ、やっぱり話しかければ話しかけるほどさ、なるほどって思うようなこともありましたよっていうだけの話です。それでね、一つね、まあメインストーリーで言ってなかったのは、まあそんな大したことないよ、ないんだけど、トルタンってやついたでしょ。でトルタンって人の親父さんね、なんだけど、まあ亡くなったらしいじゃないですか。それでね、人の名前っていうのがジーハ王っていうんだって。あ、王様の王ね、ジーハね、なんだって。名前までほら出てなかったから、ああそういう名前なんだっていうね、まあちょっとした情報。それでね、あとね、死がなんか多少、死って死因ね、が多少不可解っていうか策略とかそういうことを言ってる人もいましたね。本当かどうか知らないよ、まあ、町の人の噂で、あんな死に方したんなら目も当てらんないな、なんだかなんだか、そんなに似たようなこと言ってる人がいて、ああなんかこう事情がありそうだなって思いましたね。暗殺されたのかな、まあ普通の死じゃなさそうですね。例えば病死とか、事故死とか、まあ事故死だったら事故に見せかけてとか分かりませんけど、なんかそんなことも思いました。トルタンはどういうふうに今思ってんのかな、親父さんの死についてね、何か誰かの陰謀だと思ってるのか知りませんけど、それとも普通に死んだと思ってるのか知りませんよ。まあなるほど、ああそうなのと思って聞いてたんですけど、それからまあロクシアンのこと悪く言ったり人もいるし、そうじゃない人もいるしみたいな感じ。
あとやっぱりこの町っていうのは急にまあ産業革命によって、産業革命って言葉が出てきましたね。窓革命だっけ、窓産業革命だっけ、なんだか、うん、だからまあ30年ぐらい前までは、うん、ぐらいのこの30年ぐらいで急に窓っていうもので生活が良くなったみたいじゃないですか。まだ詳しく分かんないけど、うん、でそれによっていろいろ生活が豊かになるっていうのかな。だからなんか携帯ができたとかさ、まあ、もっと昔で言えば電話ができたとかファックスができたとかね、うん、まあまあそういうようなもうことですよ。まあ、あとはいろんなインフラとかね、三種の神器とか、うん、だから若い人たちは歓迎してるみたいな雰囲気、誰も彼もね、ある程度はね。ただ今この人はちょっと年取ってるような感じだけど、お年寄りに聞くとやっぱ昔の古き良きウーラが良かったって言ってる人もいる。まあそれはいつの世もいるよね。例えば明治維新だってそうだったんじゃない、わかんないけどさ、うん、江戸時代の方が良かったって言ってる人もいたかもしれない。そういうことをただ言いたかっただけです、私が今ね、うん、ああなるほどなと、まあそう思う人もいるだろうなっていう。だから昔のそのあんまり機械してないっていうの、なんかわかんないけど、機械っていうの、窓っていうのはわかんないけど、うん、まあそういうじゃないウーラ、それからいろいろ発達してるウーラが織り交ざってる、まあ今端境期なのか分かんないけど、織り交ざっている、まあ、今はそういうウーラなんだよね。それはなんかどっか宿屋の文献、なんかノートになんかあったよね、うん、宿屋で読んだ、うん、確か宿屋だったかな、うん、忘れたけど。で今そんなような感じで、だからすごい昔を知ってる人もいれば、でタクシーってものもこうあるんだけど、それ今ね使えないんだよ、話しかけたら。まあいつか使えるのかな。だからちょっと前までタクシーなんていうものもなかったみたいだね。だからなんかあるおばあさんが、昔はね、遠くまで歩いて、遠くまでだっけな、うん、まあとにかく歩いてったもんだよと、みたいなことも言ってましたね、うん、だから今タクシーでバンバン乗ったりしてんのかな、うん、だからモノレールっていうのもそういうことなのかな、昔はなかったのかな、わかりませんけどね、うん、うん、だから昔を知ってる人もいれば、うん、っていう感じね、うん、だからまだそういう時代を知ってる人もまだ全然いますよと、たかだか30年ぐらいじゃね、うん、それからもう一つ、今そういうね細々したこともへえへえって思いながら、うん、最初に知りたかったなって思いながらこう話しかけてたんだけど、何よりも一番驚いたのは、まあ、話しかけられたってこともそうなんだけど、もう一つね、ここに酒場ってものがあったの。わからねえよだってさ、わかる？これほらほら、ここね、あ、まあ確かにさ、そうだけど、酒場ってさ、武器屋、これ武器屋だったじゃん。今誰もなんか店の主人もいないんであれだけど、でこっち宿屋なんでしょ、こういうさ紫色のマークっていうの、うん、そういうのもさ ないの酒場に分からねえよええと思って、なんかねこの辺のなんかこう蹴飛ばせんのかなと思ってこうやってやってたんだよ。でここにポスターもあるし、うん、そしてねここに行った時に入るっていう、ほら右下に出て、え何ここと思って、酒場だったんですよ。でねここにね一つね夢がこれね、まあ加わ一つあるんですよ。まあどこに入り込むか知らないけど、うん、話しかけたら夢が始まっちゃったんで、そのままもうゲーム終わっちゃったんですけどね、動画で撮りたいと思って、だから今からちょっとそれを行きたいと思います。なんか最初バトルしたっきり全然バトルしてないんだけど、まあちょっと丁寧にね、いろんなね2階にも収集物があったりしたんだけど、確かまだ取ってないんだよな、後で来ようかな、うん、まあねこういう人の情報もねいろいろこうためになるんですよ、うん、まあいろいろ聞いてました。あ、うん、この人酒を飲む兵士元、要はあんたも戦場帰りだろ、なんとか生き残ったってわけかい、死んじまった仲間に悪いが、また家族に会えるかと思うと嬉しいよな、
生きて帰るとは思ってなかったから、どんな顔してただいまって言おうかと今からちょっと困ってるけどな。うん、なるほどね。まあこれを見て思い出したんでしょうね、またね。ここでああまずいと思ってやめちゃったんですけど、こういう風にやってやめちゃったんですけど、ああちょっと待って、はい、千年の夢記憶、さあ今度はなんてやつ、荒くれ者が集まった宿場町で、宿場町の酒場の片隅で一人ポツンと酒をする旅人を皆無、一人の男が酒場に入ってきた。たくましい異常夫っていうのかな、多分異常夫かな、服装から軍人だとわかる。長旅をしてきたのだろう。軍服は埃で汚れ、顔にも疲れが宿っていたが、眼光は鋭い現役の兵士の眼差しだった。今回は今までさ、傭兵だっけだったり、まあ、この千年の間っていうのかな、それからまだ2つしか拾ってないけどこれで3つ目、だったり、あと港で働いてるっていうのもあったね。だから今これ思い出した時の皆無、これは、あ、旅人って書いてある。酒をする旅人。ああ、じゃあ普通に旅人っていう時もあったんだ。ああ、勇者の帰還。ああ、この兵士のことなのかな。酒場のにぎわいが一瞬やんだ。居合わせた水客かな。水客は皆、威風と感謝の目で兵士を見つめる。隣国との長い戦争がようやく終わったばかりだった。一体その千年のうちの一体どのぐらいの時期の話なんでしょうね。それは分かりませんけどね。隣国というのは、どういう意味での隣国なのかな。ウーラから見て隣国って意味なのか、全く違うどこかの国のね、さらにその隣国なのか分かりませんけどね。前線で戦った兵士たちはそれぞれの故郷、あ、でもここの人なんだから隣国だからウーラなのか。ウーラの隣国ってことか。あ、そっかそっかそっか。あ、この男もそんな兵士の一人なのだ。兵士はカイムの隣の生物のテーブルに座り、酒を勢いよく煽る。酒豪というだけではない、ひどく苦味を帯びた飲みっぷりだった。なぜ2杯3、4杯。まさかあれを支配と読まないよな。なんかこのさ、夢だとさ、難しいがさ、言葉が。客の一人がこびた笑顔を浮かべて、酒瓶を手に、テーブルにやってきた。いかにも小ずるそうな地元のチンピラ風情の男である。祖国を守ってくださった勇者に一杯おごらせてください。兵士はニコリともせずに、酒を杯で受けた。ああ。前線はいかがでしたか。さぞや数々の武勲を挙げられたのでしょう。兵士は無言で杯を干した。まだ継がれてるよ。チンピラは2杯目の酒を兵士の杯に注ぎ、さらにこびた笑顔になった。せっかくですから武勇伝でも聞かせてくださいよ。この太い腕で、一体何人の敵を殺して。兵士は無言で杯の酒を散布。チンピラの顔に、おお、ぶちまけたよ。生きり立つチンピラはナイフを抜いた。その瞬間、カイムの拳がチンピラのナイフを弾き飛ばす。やるね、旅人。カイムと兵士、二人の迫力に気をされた、チンピラは捨て台詞を残して逃げ去る。その背中を見送った二人は顔を見合わせ、かすかに笑い合う。言葉は交わさなくてもカイムには分かっていた。この兵士が深い悲しみの中にいること、そして兵士も幾多の視線をくぐり抜けてきたからこそ、皆無の表情の、ちょっとこれ読めないよ。必ず読めないのがあるな、いくつか。皆無の表情の何とかに気づいていたのだ。表情の陰りとでも言おうか、わかんないけどね。まあ、皆無もわかるっていうから、今は旅人かもしれないけど、まあ、兵士だったとか傭兵とかね、まあ、そういったことも経験 し, し,
した後のあれなのかな。なんだっけ、再び人間を取り戻す酒場、カイムと兵士は酒を酌み交わす。俺にはな、女房と一人娘がいるんだ。出征して3年間顔を見ていないんだが。ああ、兵士はそう言って初めて照れくさそうな笑みを浮かべ、ロケット。若い人ロケットってしてんのかな。今の若い人はね、ゲームの中の話じゃなくて リアルのね、ロケットの中に入れた、妻と娘の写真を買い物に見せた。清楚な妻、そしてまだ幼い娘、二人がいたから俺は生き抜けた。我が家に生きて帰ってやる。それだけを支えに戦い続けた。まあみんなそうだろうな。あんたの家はここから遠いのか。いや、この先の峠を越えれば俺の村だ。ああ近いんだ。戦争が終わった知らせを聞いて、女房も娘も俺が帰ってくるのを首を長くして待ってるはずだ。その気になれば今夜のうちに帰り着くこともできる距離だった。しかし兵士は酒を煽りうめくように言った。怖いんだ帰るのが。ああなぜだ、なぜ。女房や娘の顔が見たい。だが俺の顔を見ら、これよくあるあれだね。俺は3年間で数えきれないの敵を殺して、生きるためにはそうするしかなかった。家族のもとに帰りね、ふるさとに家族を残した敵の兵士を殺し続けるしかなかったんだ。向こうにも家族があるしな、敵もね。それが戦いの掟であり兵士の宿命だった。戦場で生き残るということは、それは殺される前に殺し続けてきたということなのだと。確かに前線にいた時はそんなことを考えるよう言わなかった。生き残ることに必死になっていたからな。だが戦争が終わって気づいたんだ。俺の顔には3年間の、罪が刻まれている。ああ俺の顔は人殺しの顔だ。そんな顔を女房や娘に見せたくないんだ。兵士は皮袋を取り出し、中から小さな石を取り出した。あ、なんか石が出てきた。戦場を赴いたばかりの頃に拾った宝石の原石だという。これはよくね、兵士の人そういう話聞いたことあるよね。宝石、なのか。カイムは懸念そうに聞いた。テーブルのに置いたその石はどす黒い色をしていて、宝石のままいう輝きは欠片もなかったのだ。最初のうちはキラキラ輝いてたんだ。これを持って帰って娘に見せてやるときっと大喜びするだろうと思ってたんだ。ところが次第に色がくすんできた。輝きが失われてきた。敵を一人殺すたびに石の中に血のシミのようなものが浮き上がるんだ。石の中に血のが染み込むなんじゃなくて、シミのようなものが浮き上がるの。3年も経つとご覧の通りほとんど真っ黒になっちまった。この石には俺の犯した罪が染み込んでるんだよ。罪の石なんだ。染み込んでるんだよ。カイムは思わずそこまで自分を責めることはないだろうと言った。生きるためには仕方ないことだったんだ。確かにね、その通りだと思うけど。分かってるんだけどな。俺が殺してきた敵の兵士でもふるさとがあって帰りを待ってる家族がそうだよな、いるんだよな。兵士はカイムにあんただって家族がいるだろうと言った。カイムは小さくかぶりを振り、頭とかいうことかな、かぶりっていうのは。俺には家族はいないと言った。ふるさとはどうだ。俺には帰り着く場所はない。永遠に旅を続けるってわけか。そうだね。兵士は皆無の言葉をどこまで信じたのか、苦笑して罪の石をまた皮袋にしまいながら言った。俺は思うんだ、人を一人殺すたびに罪の石が黒ずんでいったんだったら、逆に人の命を救うたびに罪の石は輝きを取り戻してくれるんじゃないかってな。いいんじゃない、その考え方もね。カイムは黙って酒を飲み干し立ち上がった。椅子に座ったままの兵士を改めて見つめ、諭すように言ったかな。
帰れる場所があるのなら帰った方がいい。どんなに負い目があってもあんたは帰るべきだ。奥さんや娘さんもきっと分かってくれる。あんたは罪人ではない。生き残るために戦い抜いた立派な勇者だ。嬉しいよ、そう言ってくれるやつに巡り会えて。まあカイムもあれだね、まあいつからあんな寡黙になってしまったのか、積み重ねによってなってしまったのかわからないけど、でも記憶がないんでしょう、なんかよくわかんないけど。兵士の差し出す右手をカイムも握り返した。ああ良い旅をと兵士は言った。あんたの旅はもうすぐ終わるんだなとカイムは笑って店の出口に向かって歩き出す。その背ね、ちょっと待って、その背中にさっきのチンピラが迫っていく。手に拳銃を持っている。危ない、兵士は叫びカイムを追いかけた。カイムが振り向いたのと同時にチンピラがさっきは舐めたことしやがってと拳銃を構えた。そこに兵士が割って入った。腹を撃たれた。嘘だろうこれは思い出したんだね、思い出しちゃうよねこれね。赤いよ、兵士は望み通り人の命を救ったのだ。皮肉にも不老不死の皆無の命を自分の限りある命と引き換えに。また一つとんでもないことを経験したんだね皆無はね。しかしよく言うじゃん、あの戦場から帰ってきたのにアメリカ国内で死ぬのかとか。床に倒れた兵士は朦朧とした意識の中でカイムにさっきの皮袋を差し出す。罪の石を見てくれ、少しは輝きを取り戻してくれたかな母と。力のない笑い声をかき消すように兵士の口からは血が噴き出した。カイムは皮袋の中を覗き込んで兵士に言った。綺麗だ、キラキラ輝いてるぞ。そうか、じゃあよかった、娘も喜ぶぞきっと。これはそう言ってあげたのかな。兵士は満足そうな微笑みを浮かべ皮袋を受け取ろうと手のひらを開いた。カイムはそっと皮袋を兵士の手のひらに乗せ指を折り曲げて握らせてやった。兵士はそのまま息絶えてしまい、皮袋は手のひらから床に落ちた。兵士の死に顔は安らかだった。しかし皮袋の口から転がり出た罪の石は本当は黒ずんだままだったよね、そりゃね。これは思い出すね。家に帰るのはずいぶん久しぶりだよ。みんなどうしてるかな。それだっか。ちなみにどこに入り込んだ。あ、ここ、あ、2番目。これとこれはやりましたね前にね。そっか、ここっていうのもうなずける。なんでかっていうと、ここって先に入れたはずだから、私が気づかなかっただけでね。それとね、もう一つね、ちょっとね、あ、ちょっと宿屋行くの忘れたな。前回バルモアだっけ、あの女の人に会って宿屋に行かなきゃいけなかったんじゃなかったっけ。ここなんだけど、この人さ、ね、ちょっと戻ったんだけど、データっていうか、あのね、あのこれをね、あのね、ウォール高原だっけ、最初の爆心地あれで、これかな、これを拾ったんだよ。でこのゲームよくまだ分かってないんだけど、サブクエなのかな、このネームプレートっていうのをこの人に返すみたいなの。でも全員に話しかけておいてよかったね、こんなん絶対気づくわけないよ。だからネームプレートっていうのがずっとあって、あれこれ何使うのかな、何に換金アイテムなのとかで、多分売れないでしょ、おそらくね。あ、じゃあ何だったんでしょうねって言ってゲーム終わるとこだったよゲーム最後終わっちゃうとこだったよ。この人の息子さん、ウォール高原で亡くなったそうじゃ。わしの息子や婿も大丈夫かな、何の連絡もないが。あ、
凄まじい爆風っていうか、あの溶岩のっていうかね、なんて言えばいいの、あれはちょっと生き残ってないんじゃない、多分ね。まあ同じか、こっちの人か、悲しんでるマーシア、うん、男の子っていうのは本当に元気で、この年で相手をするのは骨が折れます。ああ、なんかその子供を相手にしてたのかな、うん、あ、これね。で、これをこういう風にしといたんだよ。うん。これは息子に持っていかせてお守り。え？ネームプレートがお守りなの？ネームプレートって軍に入ってもらうんじゃないの？それをどうやってこの人が渡せるの？持っていかせることができるの？はい、ま、それじゃやっぱりあの子は、まあ、とにかく怒ってるってことはさ、そう分かっていたけど、このネームプレート昔の戦争で私の祖父が奇跡的に生還した。ああ、それなら分かったよ、お守りだわ。確かに祖父は戦友が助けてくれたんだって言ってたけど、でもお守りじゃあの子は守れなかったので、どうやらそのようだね。わざわざ届けてくださってありがとう。今度の戦争では片身もない人も大勢いるんですもん。そりゃあの状況じゃ全てが焼け飛んだんじゃない。何もないけど、これお礼に差し上げれば、あなたは長生きしてね、兵隊さん。あ、なんかもらえるのか。あ、毒の油だって。まあなんか使うんだね。うん、じゃあちょっと戻ろう、宿屋行こうか。あっと、ああいう時はさ、例えばこっちの人は何か言う？ああ、言わないか、うん、一緒にいてあげてんのかな。あのね、なんか息子の心配をしてるっていうあの人もいっぱいいました、いっぱいというかいました、話しかけてると。まあ軒並み死んでると思うけど、こっちか、残念ながらね。あ、いきなりムービー、ムービーっていうか、うん、お帰りなさいませお客様。先ほど評議会から連絡ありましたよ。今度の任務の集合場所は大壁門の前だそうです。大壁門ってどこだっけ。駅に行けば、あ、駅に行けば大壁門行きのモノレールかタクシー。あ、本当に、お気をつけていらしてらっしゃいませ。ああ、本当に。うん。あ、そうか、2階の、あの収集物取ってなかった。うん、だよな。ちょっと取らせてください。確か、うん、取ってなかったと思うんだ。なんかまた始まってしまった。なんだろう、不思議そうに語るボンの。昔俺は牢獄の監視の仕事をしていたんだが、定期的に、囚人が暴れ出して反抗的になるんだよな。無駄にケーキが伸びるだけなのにあのさ、こういうところでさ、ルビー振ってくれるんなら、あの夢、千年の夢、千年の記憶、あれの時ルビー振ってくれよ全くさ、あれこそ必要だよ。なんでそんな態度を取るんだか俺にはさっぱり分からなかったよ。ああ、やっぱりこれなんだ。今のはなんでだろうね。監視でもしてたのか、千年の間には。それとも囚人なのか。人あ、囚われの頃で囚人だったらしい監視ではなく、無駄なことだというのは最初から分かっていた。それでも体の内側から込み上げてくる衝動を抑えることができなかった。
体当たり。太い鉄格子に生身の体はけなく弾き返されてしまう。ああさっきの人のあれもねえあのこういう感じだったんじゃない？あの囚人はね。八五何やってるんだ。監視の怒鳴り声が、廊下に響いた。囚人の名前で囚人は名前では呼ばれない。独房の番号がすべて。カイムは八五かだった。カイムは黙ってもう一度鉄格子に肩からぶつかっていった。頑丈な、鉄格子は震えることすらなく鍛え上げていたはずのカイムの、肉と骨に、鈍く重い痛みを残すだけだった。怒鳴り声の代わりに監視は警笛を吹き鳴らした。詰め所にいた監視たちは一斉にかけてくる。八号何度言ったらわかるんだ。懲罰房にぶち込まれたいか。鍛え上げていたはずの、なんで捕まったんかな。なんでその目は。反抗的な態度を取ると刑期が長引くだけだぞ。カイムは足を投げ出して床に座り込んだまま監視たちの声を聞き流す。懲罰貿易は何度も繰り返していた。極めて反抗的な囚人という烙印が、押されていることも分かっている。だがどうしようもない。体の奥底ここで、何かがうごめいている。出口を失った熱いものがたぎりながら身も大している。監視の一人が舌打ちしていった。け歴戦の勇士。ああなんかどうやらカイムはこの時はこの時代っていうのかな、この時は歴戦の勇士なんだね。なんかちょっと有名人らしいぞ。歴戦の勇士さんとやらもう肩なしだな。目の前に敵がいねえと何もできねえのかよ。まったく。隣の監視もあざけるように笑う。へへお会いに草間だが、ここには敵もいなきゃ味方もいねえ。牢獄にぶち込まれたお前はただの一人だよ。敵味方。監視たちが去ったと、カイムは床に寝転んだ。膝を抱え背中を丸めてきつく目をつぶる。一人。確かにあの監視たちの言う通りだ。一人できることには慣れてるつもりだった。戦場でも旅路でも。だが牢獄で過ごす一人は今まで体験してきたどんな孤独よりも深い、そして怖い。三方を壁に囲まれ、鉄格子の向こうにも狭い廊下を挟んだ壁が立ちはだかっている。同じ塔に収容された囚人たちとは決して顔を合わせることがないよう、さらには気配すら感じさせないように設計された牢獄だった。三方壁で、鉄格子の向こうにも、壁ね。風景が動かないせいで時間の感覚が麻痺して、ここに放り込まれて何日が過ぎたかもわからなくなった。時間は確かに流れているのに、それはどこへも向かうことなく体の中にただよどんでいくだけだった。牢獄の日々が囚人に与える真の苦しみは、自由を奪われることではなく一人の孤独を強いられることでもない。動かない風景と流れない時間の中で生きていくことこそが苦役だった。川の水が決して腐ることがなくても、それを瓶に溜めたらやがて腐敗してしまう。ああなるほどね、確かに同じだ。すでに、体と心の奥深くのどこかは、ちょっとこれ読めないよ、ごめんなさい。ルビー振ってくれって言うんだよ。ルビーの設定オンオフってあって、オンにしてあるんだけど、これこそオンを発動してほしいよ。不習を、なんとか得た不習を話し始めているのかもしれない。あのさ、記憶がさ、なんかないんでしょ。でさ、一つ分かんないのは、まあいずれ分かんのかもしれないけど、あのこうないじゃん記憶が。でも3、4日前のことは絶対覚えてるわけでしょ。例えばね、極端なこと言えば。で、一体いつの段階で一旦あのゼロスタートになっちゃうの。だからこれもまあこうやって覚えてるわけだよ。ね、あのいろいろね、ちょっと前のこととかはね、さっきの分の時もそうだけど、でさ、これからさ何年何日知らないけど
そうするとまたドカンとこのことを忘れちゃうわけでしょ、うん、だから今思い出してるわけでしょ。なんかそういう周期になってるの、それとも誰かがそういうふうに人為的に何か忘れさせてるの、一回わかりませんよね、そこら辺がね。それがわかるから、カイマはまた起き上がり、鉄格子に体当たりを繰り返す。そんなことをしていても万に一つも鉄格子が壊れる可能性はないだろう。外に出られるとは思わない。しかし繰り返す、繰り返さずにはいられない。体当たりする寸前のほんの刹那、短い風が、頬に当たる。動かない空気がわずかながら動く。その感触だけがカイムに時の流れのかけらを与えてくれる。あー、わずかだね。確かに監視たちが血相を変えて駆けつける。壁しか見えなかった風景に人の姿が見える。それだけで、あー、気分が楽になるんだと監視たちは気づかないのだろうね。気づかないんでしょう。8号懲罰房だ。3日ほど入った手も冷やしてこい。命令を言い渡された時につい口ぶれの端が、緩んでしまう理由が彼らにはわからないのだろうね。さっきの人もそうなんじゃない の、 あの酒場にいた人。風景が変わる、時間が流れる、ありがたい話ではないか。母と後ろ手に縛られ足かせをつけられて懲罰房へ向かう。何がおかしい八号、みなりに笑うな。懲罰をさらに加速度、あ、はぁはぁって笑ってるの、あの演出は。みなりに笑うな。ああ、だがカイマは笑い続ける。高らかに笑う、胸の中の空気をすっかり入れ替えてしまえば不思議は消えてくれるだろうか。それでももはや、そんなことでは追いつかないぐらい心と体は朽ちてしまっているのだろうか。ケーキはいつまでだ、いつになれば、ここから出られる、間に合うのか。全てが朽ち果ててしまった時、独房の中の一人は兵士が敵の死体を数える時のように一つと呼ばれてしまうのだろうか。なるほど。その前に、なんてここに入ることになっちゃったんだ。え、また血みたいな感じ。苦しい、遠い遠いか、あ、胸を締め付けられるような息苦しさが皆無の夢の世界から現実へと引き戻そうとする。遠い遠い遥か遠い過去、俺は牢獄にいたのか。夢とうつつの狭間で思う。え？え？遠い遠い遥か遠い過去、夢とうつつの狭間で思う。前にもいたの？それをなんとなく思い出してんの。幾度となく繰り返、まあ夢だけみたいだけどね、繰り返し見る夢だ。悪夢と呼んでもいい。目覚めて後を振り返っても記憶には残っていない。だが確かに同じ夢に出てくる牢獄の佇まいや感想、あ、夢ってこと。でも夢とうつつの狭間でいつも同じなのだ。俺自身が体験したことなのだろうかね。ほんとどうなんだろうね。だからそれは一体いつ、ああわからない。目が覚めた時には夢とうつつの狭間で浮かび上がった問いかけ自体、記憶には残っていないか。絶叫とともに羽を起きて、荒い息をつき、こめかみに流れる汗を手の甲で拭った時にはいつもゾッとするような怖さだけが残っていると。ああ、これはどうだったんでしょうね。また新しいあのバージョンというか展開だな。今も俺は一体どんな過去を生きてきたんだ。んだ、これわかんないんだよね、いつもね。じゃあ今この思い出してる時っていうのは、あのカイマ何をしてる人だったのかな。今のね、これ頭の片隅にわずかに残った夢の記憶を拾うように、そうつぶやくこともある。今もねえ、この語ってる時は一体どこで思い出してんのかな。酒場なんだろうな。俺一体、あ、酒場かどうかわかんないけどね。俺は一体どんな過去を生きてきたんだ。あれ、これは今の言葉か、生きてきたんだっていうのは。それともその時そう思ったのかな。ああ、もうあの人いないね。帰ったのかな、家族のもとに。
うん、いいね、いないっていうのも帰ってたんじゃない、あの帰れなかった人と違ってさ。何すんだっけ、坂間、もうあのヤンセンとか、あ、大兵器門か、大兵器門行くのか。あ、ちょっと待って、坂間の 2階また通り、まったくもう、なんで忘れちゃうんだ、すぐ長いからなんだよ。あ、なんか新しい人入って、あ、酔いつぶれたベラン、あ、なんか子供がいるな、クソ、魔導機関が何だってんだ、俺の仕事、あー、だからさ、さっきも言ったように、まあちょっとこのことは言ってなかったけど、そっか、こういう パターンだってあるわけだよ。例えば車が出た時もそうだよね、うん、馬車とかさ、ああいうのはなくなってくわけだよね、フォードが車を作ったばかりに。まあ飛脚だってそうなんじゃない、よくわかんないじゃあ向かいすぎるか、畜生、困っている彼の、あ、父ちゃん、デバ、いい加減に家に帰ろうよ。あ、子供を見て思ったのか、それとも子供のを見てるね。そういう経験があるのか、なんか時代の流れに逆らえなかったっていうかね。さあ、これは楽しみだな、新たなまた一面が見れるかも。母帰る、母帰る、また漢字が読めないかもしれない。あ、なんだろう、母帰る、涙ってこと、少年は笑顔を失っていた、そんなことないさ、本人は即座に打ち消す。だってほら、カイム見ておくれよ、ちゃんと笑ってるだろう。な、ちょっと待って、なんだって、少年は笑顔を失っていた、そんなことないさ、本人は即座に打ち消す。だってほら、カイム見ておくれよ、ちゃんと笑ってるだろう。誰が誰に言ってるのかよく分からなかった。褐色の肌に入る白い歯を覗かせて、頬を緩める、これが笑顔じゃないんだったらどうやって笑えるのさ、そう思わない。ああ、少年時代のカイムってこと、やっぱり。カイムは黙ってうなずき、分かってるさと、友達の少年ってことかな、の肩をポンと叩く。ほら、ちゃんと見てよ、笑ってるだろう。ああ、笑ってる。さあカイム、僕のことなんてどうでもいいから早くこっちだよ。まだ少年の時のカイムはさ、このなんか変なこういう体になってないカイムじゃないの。早くこっちだよ。少年は人懐っこい性格だった。だから町の大人たちからは得体の知らない旅人と思われ。少年からそうなの？得体の知れない旅人？ん？思われ、遠ざけられているカイムと共にすぐに仲良くなった。ちょっと待って、ごめんなさい、なんか捉え間違えてるかな。ちょっと待って。戻るボタンってないのかよ。少年は人懐っこい性格だった。だから町の大人たちからは得体の知れない旅人と思われ、遠ざけられているカイムともすぐに仲良くなった。ちょっと読んでっか。もっとも少年は遊び仲間として自分よりずっと年長のカイムを選んだわけで、ああ、そっかそっか、だよな。そっか、少年じゃなくてね、自分よりずっと年長のカイムを選んだわけではない。あ、でも年長って、店を開ける前の酒場にカイムを連れて行った少年は、じゃあ悪いけど頼むよという。何よ、その声が聞こえたかのように店の中から男の酔いつぶれた、怒鳴り声が響いてくる。今日の酔い方はことさらひどいようだ。カイムはため息を飲み込んで酒場に入っていく。酒場の泊まり木にいるのは少年の父親だ。今日もまた、昼酒に溺れて迎えに来た一人息子に悲しい眼差しで見つめられている。今の状態だね、と同じだね。
さあもう引き上げよう。カイムは父親の肩を叩き酒瓶をそっと片付けた。だが父親はその手を邪険に払いのけてカウンターに突っ伏しながら言う。嫌いだよお前みたいなやつは。分かってるよ。でも今日のところはもう帰ろう。とにかく俺は嫌いなんだカイム。お前のような風来坊は。ああまた旅人って感じなんだね。だがさっき書いてあったけど俺は嫌いで嫌いで大嫌いで許せないんだ。ああ一生懸命こっち働いてんのにみたいな感じかな。ああ旅人でなんだかいいご身分だなみたいな感じ。事情知らない人はいろいろ言うよ。酔った時の父親いつもこうだ。同じことを。旅暮らしの男たちの重曹っていうのを言葉を延々と、吐き散らして、旅人の風体をした男たちを見つけては、あー手当たり次第に絡んだ末に最後は地べたに倒れ込んで眠ってしまう。少年の小さな体ではそんな父親を家に連れ帰ることはできない。だから今日もまだカウンターの泊まり木から、崩れ落ちそうになる父親の体をカイマはため息混じりに支えたと。泊まり木ね。久々に聞いたぞカウンターの泊まり木、悲しさと悔しさと情けなさの入り混じった瞳で父親を見つめていた少年はカイムと目が合うといつも悪いねと肩をすくめた。もう慣れている。毎日のように酔いつぶれた父親の姿を見つめてきた。父一人子一人暮らしはすでに丸一年になろうとしている。しょうがないんだ。どれぐらい滞在してたのかねここに。少年は自分に言い聞かせるように苦笑混じりに、苦笑いでもいいか混じりに言う、パパだって被害者なんだから、ああと続け、もちろん僕だって同じだと付け加える。はいはい僕も、父親を肩に担いだカイムが、でもお前は酔っ払ったりしないと笑ってやると、少年はえへんと胸を張って答える。こういう時には子供の方がタフなんだよ。そうだなとカイムは笑みを深める。そうなんだよと少年も笑い返す。味見をすれば舌がしびれてしまいそうな、苦味の溶けた笑顔。まだ10歳の少年、10歳か。それを1年間ずっと浮かべているのだった。こういう時には子供の方がタフなんだよは。少年の母親、あ、そういえばさっき母がなんとかって言ってた、書いてあった。え、少年の母親、少年の母親が帰ってきたんだっけ。要するに父親の妻は1年前に家を出て行った。ああ帰ってきたんじゃなくて、何だっけ最初の言葉、出て行った。旅商人の男と、おーわお、旅商人の男と道ならぬ恋に落ちて夫と息子を捨ててしまったのだ。これは本当に、その心中やいかにだけど、ママは退屈してたんだ。少年は冷静に母親の不貞を振り返る。何の変わり映えもしない毎日に飽きて、退屈を持て余してる時にあいつと出会ったんだよ。冷静な口調でしか語れない種類の話があるんだと少年はわずか10歳の幼さで知ってしまった。これ母親っていうのはきついものがあるからね男にとっては。父親ならさ、母親ってのはちょっと、父親は生まれ育った小さな町で、小さな頃町で役場に勤めていた。あ、でもなんかちゃんとしてんじゃん。役場なの？へえ。決して優秀ではないが、優秀さが求められる職場でもなかった。目味の利く利口さよりも命令を黙々とこなす勤勉さと従順さこそが求められる仕事を父親は波風立てることなくこなしてきた。なんだよなんかほら、なんていうの、職を転々と変えてとかさ、働かないのに、あまり働かないのに飲んだくれてるとか、それで嫌気がさしてっていうわけじゃないんだね。じゃあ母親は単純にやっぱ愛に走ってってしまったのかな。愛にね。そしたら飲んだくれもするか。パパはそんな暮らしを平和だと呼んでたんだ。でもママは違った。ママに言わせればそれはただの平凡に過ぎなくて、面白くもなんともない暮らしなんだよ。だから本当にそういう言葉を口にしたの普段から。だから海線山線の旅商人の
牢獄の塀の上を歩いているような暮らしに惹かれたと。そうなのかな。パパはママに言ってた。お前は騙されているだけだ。あいつの目当てはお前のためできた金なんだ。そんな金持ってんの？でもママには通じなかった。もうその頃にはママは僕たちのことなんか考える余裕はなかったってわけだよね。少年は淡々と突き放すように自分の家族を襲った悲劇を振り返る。あ、恋は盲目ってまさにその通りだよね。まあね、一丁前の大人のように肩をすくめて鼻で笑う。なんか裏はないんだ。本当に愛は盲目なだけだったのかな。お母ちゃんはどうなのかな。カイマは何も言わない。子供は子供らしく、そんな言葉は、子供として母親に愛される権利を奪われた少年の前で一体どれほどの意味を持つだろう。それにたとえたしなめたところで少年はきっと、苦笑交じりにこう言うはずなのだ。こういう時には子供がタフなんだよ。それはどうかな。父親は息子の大人びた話し方をひどく嫌がっていた。可愛げのないガキになりやがった。あいつは俺を軽蔑してやがるんだ。女房を寝取られた哀れな男だと心底笑ってやがるんだよ。いやいやいや、まあもうしょうがないじゃん。酒に酔った時には特に気に障る。父親なんだっけ、どこまで言うんだっけ。父親として息子を思う気持ちよりも苛立ちの方が強くなる。時には少年の方を平手打ちすることだって。最も低層した父親の振り寄せ手のひらは少年を軽々、ああよかったよかった、かわされてしまい、結局は床に倒れ込んでしまうだけなのだが、ああよかったよ。父親は酔いの海に溺れながらも時々不意に真顔になってカイムに聞く。なあカイム、お前はずっと旅してきたんだよな。ああ、旅をするっていうのはそんなに楽しいことなのか。知らない町へ行って知らない奴らと出会うことはそんなに今の暮らしを捨てても構わないと思うほど素敵なことなのか。同じことを何度も聞く。カイムの答えはいつも同じだ。楽しい時もあればそうじゃない時もある。それ以外にどう答えればいいのだろう。なぜそんなことをしているのかにもよるからね。でもまあこの親父さんは知らないからね。別に好きで方々歩き回ってるわけじゃ、自分探しの旅に出てるわけじゃでもないだろうしさ。まあある意味そうかもしれないけど。なあカイム、俺はこの町から一歩も出たことがないんだ。俺の親父もそうだった。じいさんもひいじいさんもその上のじいさんもずっとこの町に生まれてこの町で死んでいった。女房の家だってそうさ。ご先祖様の代からずっとこの町に根を張って生きてきたんだ。なのに、なあ、なんであいつは出て行ったんだ。何が不満で何が物足りなくて俺と息子を捨てて出て行ったんだ。カイマは無言で微笑むだけだった。答えを言葉で伝えることはできない。どんなに言葉を尽くしても人がどうしようもなく旅に惹かれてしまう理由はわからない人にはわからない。そして父親はそれを決して理解できない種類の男だった。だね。だから父親は再び酔いの海に沈みながら続けるのだか。怖いんだ俺は。息子もいつか俺を捨ててこの町を出て行くかもしれない。あいつの大人びた話し方を聞いてると怖くて怖くてしょうがないんだ。母親が帰ってくる。旅商人のとこに、そっか、さっき帰ってくるだったよね。最初の言葉ちょ覚えてないけど、旅商人のとこに貯めた金を根こそぎ奪い去られ用済みになった途端に捨てられて、身も心もボロボロになった末に、帰る場所はやはり一度は捨てた我が家しかなかったのだ。隣町から母親が出した手紙に父親は酒に酔った目で何度も読み返しあざけるように笑った。今度あざけるっていうのはなんでひらがななのかよ。ざまねえな、情けない女だ。カイムに見せつけるように便箋を、ああ今の音は、なるほど、破り捨てた。息子には読ませることなく、あ、もう読ませることなく、どうする。カイムは少年に全てを伝え、お前の望みを手伝えるものは手伝ってやりたいんだと言った。マジ？
すべてを伝え、望みって例えば、少年いつものような冷めた微笑みを浮かべて、いや冷めたじゃないや、少年いつものように なんて言うじゃっけ、ちょっとごめんなさい、目覚めたじゃないよね、微笑みを浮かべて聞き返す、お前がこの町を出てきたいと思うなら当座の金ぐらい用立ててやれる、カエモは言った、本気だった、少年なのに10歳とか言ってたっけ、父親には母親を許すつもりはない、剣もほろろに追い返すだろう、おそらく勝ち起こった、底意地で底意地の悪い笑みを浮かべて、マジどうかな、でもだが帰る先を失った親がこの町を出ていくと父親は再び叫び台の毎日に戻るだろう、妻の不定をなじり我が身の不運を嘆き、よそ者に当たり散らしながら息子に無様な姿を探し続けるだろう、皆無にはわかる、長い旅暮らしが教えてくれる、旅を続けることはいくだ、数多くの人と出会うことで少年の父親は皆無が出会った中でもとびきりの弱い男だった、お母さんと二人で別の町に行くならそれでもいい、ああ一人でどこか行きたいなら働き口を見つけてやることもできる、少なくともこの町で二人で暮らせるやずっと町のはずだ、カイムはそう信じていた、だが少年はカイムを見つめ白い歯を覗かせて不思議そうに言った、カイムはずっと旅してきたんだよね、ああ一人ずっと一人だったの、一人だった時もありそうじゃなかった時もあると、ねえ、少年は小さくなぞいてまるで大人が浮かべるような寂しそうな微笑みとともに言った、でもカイムには何も分かってないよ、長い旅をしているのに大切なこと何も分かってないよ、寂しそうに微笑みを寂しそうな微笑みにまたいつもの苦みが溶けていく、大切なことを何も分かってないよ、少年のその言葉の意味をカイムが知ったのは3日後のことだった、みすばらしい身なりをした女性が疲れ切った足取りで街道から市場へ入ってきた、町の人々は後ずさりして遠巻きに彼女を見つめる、少年の母親が帰ってきたのだ、母親の周りにぽっかりと空間ができた、ああ人垣を終わって少年が姿を見せた、母親は息子の姿に気づき旅やつれした方を精一杯ほころばす、方を精一杯ほころばせた、そんな母親に少年は一歩二歩と近づいていく、最初はためらいがちにけれど三歩目から走って抱きついた、泣いていた、笑っていた、カイムが初めて見る屈託のない子供の笑顔だった、ごめんねごめんねごめんね、母親も泣きながら謝った、息子の頭を胸に抱き寄せ大きくなったねと笑いながら言った、あなごめんなさい泣きながら言っただよ、もう出ていかない、お母さんずっとここにいるから、人垣がざわついた、酒場の方角だった、ああ父親が姿を見せた、酒に酔っている、足元をふらつかせ体を大きく左右に揺らしながらゆっくりと二人に近づいていく、妻を睨んでいた、妻をかばって立ちはだかる息子のこともパパやめて、少年は叫んだ、なんかちょっと嫌になってきたな、ちょっとなんか少年は叫んママは帰ってきたんだ、それでいいだろう、パパはママを許してあげて涙声で訴えた、父は何も答えない、険しい顔で二人をねらみつけて崩れ落ちるように地面に両膝をつき両手を大きく広げた、抱き寄せた、二人と一人に分かれてた数がようやく一つになった、ああそっちよかったよ、パパ苦しいよ、もっとそっと抱いてくれなきゃ、家族がこうどんどん、少年なんか演出がいいね、少年は泣きながら笑っていた、母親はただ泣きじゃくるだけだった、そして父親は怒りながら泣いていた、人垣の後ろからその光景を見ていたカイムは無言でかかとを返、きびつを返したっていうのかな、かかとを返した、本当に行っちゃうの、
町外れまで見送ってかれた少年は何度も念を押して皆無に聞いた。ああ冬になる前に海を渡っておきたいんだ。パパ寂しがってたよ。やっと皆無とゆっくりうまい酒を酌み交わせると思ってたのにって。酒の相手は大人になってお前がしてやればいい。大人か。少年は少し照れくさそうに首をかしげ、その頃僕はこの町にいるのかなとつぶくように言った。うん、それは誰にもわからない。何年か先に父親はふるさとと家族を捨てた息子を思ってまた飲んだくれる日々を過ごす羽目になってしまうかもしれない。だが心の弱いあの父親に言い忘れたことがあったのを思い出した。旅は帰る場所があるから旅と呼ぶんだ。どんなに遠回りをして失敗をしても帰っていける場所がある限り人は何度でもやり直せるんだ。難しいこと言われてもわかんないよ。そうだなと皆無は少年の肩に手を置いて最後に言った。笑ってみてくれ。こう白い歯を覗かせて頬を緩める。いい笑顔だ。やっと子供の笑顔を取り戻した。皆無も笑ってよ。ああ笑ってみた。だが少年は採点をするように皆無の笑顔を見つめ、ちょっと寂しいかなと言った。冗談の口調だったからこそ胸にしみる一言だった。お手本を示すつもりなのか少年はもう一度笑って、じゃあねと手を振った。今日はパパとママと3人で買い物に行くんだ。皆無も笑い返して歩き出す。ねえ皆無。背中に少年の声が聞こえた。僕お別れでも泣かないよ。こういう時は子供の方がタフなんだから。皆無は振り返らずに手を軽く掲げて答えた。目が合うと多分少年の表情が変わってしまう。強がりに最後まで付き合ってやろうと決めたと。歩き続ける。帰る場所のない旅ね。がささやかな休息の時を終えてまだ始まる。帰る場所のない旅、それを詩人たちは放浪か読んできたのだって。なるほどね。あ、終わりか。なるほど。困ってるカルノ。もう父ちゃんってば、さっきと同じか。この親父、あ、なんで？もうこれなかなか難しいよな。話すボタンとか出ないから。しまった、そうじゃない。これさ、あ、違う違う違う。あ、こっち側から、ああ、ああ、いやー、ああ帰るか、ああ、ああやっぱり帰るだったよね。これさ、ちょっと、これ全部悲しかったはずだよね。今まで、こういうのもあったんだね、ね、夢のな、夢っていうかね、記憶。なるほど。こういうことも、あ、違うってだから。違うって。収集物はどうしたんだよ。あれ？あれ？収集物取ったっけ？あれ？ここ、あれ？そうだったかな？なんだよ。まあでも来てよかったか。さて、大壁門だったかな。こっちか。だってあっち行ってもあの屋敷とかだもんね。ガンガラとか。ああね。窓際ね、走る本物の車だぜ。だ、こういうものはなかったわけでしょ。多分ね。あ、この人この人、例えば2人ぐらいいたんだけど、うち1人がほら四角いやつ。窓力がなくなったら若い人たちはどうなんやら。まあこう言ってる人いるわけだよね。ほらほら四角いねやつ、うるさいのほらところね、うるさい名刺や。なんかあるんでしょいずれ。確かこの辺にタクシーみたいなのなかったっけ。人がいなかったっけ。
あ、この人この人、じゃあちょっと行ってみようか、せっかくだから。この人足に持ってるんだ、うん、あの矢の屋に行ってそう言われないと乗れないんだね。ちょうど大壁門だね、うん、あ、まあちょっと歩いてっていうかずっと遡って行ってみたかったっていうのもあるけど、まあ裏で行けるかな。失礼しました。今さ、あの音声出てた？私なんか聞こえな、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、あ、今確認できないのか。なんか今声が聞こえなかったんだけど、どうしてだ。ちょっと待てよ、見るしかないか。ヤンセンのような通常者は、成長とともにスキルを習得していますが、不死者は成長してもスキルを習得しません。なるほどね。不死者はスキルインクを使うことで通常者の習得しているスキルを習得できます。スキルインクの設定ができます。通常者を選択すると習得しているスキルが表示されます、習得したいスキルを選択するとリンクが完了します。なんかゼノブレードでもあったな、こういうの。スキルを習得するには、SP を最大目で蓄積する必要ね、があるんだ。SP はバトルによって取得、スキルリンクに選択された通常者と不死者がバトルに参加、なんだって。スキルリンクに選択された通常者と不死者がバトルに参加していれば、いなければ、リンクの設定後は忘れずにバトル編成、スキルはアクセサリーから習得できます。アクセサリーは
装備しているだけで付加されているスキルの効果を得ることができます。なるほど。通常者から習得したスキルは習得した、あ、スキルスロットに、あ、ちゃんとこうやんなきゃダメだってことね。あ、セットをね。ウシアはここにセットされてスキルを使用できます。使用したスキルは必ず、あ、ちゃんと入れ込まなきゃダメか、忘れずに。ちょっと待って、今声が全くしなかったんだけど、なんでバグってんの？もしあれだったら次回もう一回そこを見せるようにしよう。どういうことだ、どういうことだ。何もいじってないんだかな。ちょっともうちょっとだけ進めよう。ここ行くんじゃないのか。あ、いいや、こうちょうどあのさっきも最初の冒頭のに言ったように全く話しかけてなかったんで話しかけようか。兵隊さんが兜を落としたって言うけど一体どこにあるんだよ。リフトのリフトで上に行くとき隙間から落としたそうだけど、下を探しても全然見つからないんだよな。あれ、それだけ？リフトってこれ？これリフトって呼ぶの？これリフトって呼ぶの？え、これリフトって呼ぶのかな？違う、あの、勝手にお、あの、はい、家にしてもらいたいな。ちょっと、なんだって、あ、太陽鳥、太陽鳥って今こんなとこ太陽鳥、何これ、拾う、あ、これなんか奴らが被ってる、え、驚いてる駅員コーレン、おや、兵隊さんの兜じゃないか、どこにあったんだい、そんなとこに引っかかってたのか。兜は僕から兵隊さんに返しておくよ。いや、助かった、そうそう、君にはお礼をしないとね。解毒のブローチ、なんだ、それでよかったの。あ、ちょっと待って、なんかよくわかんなかったけど、おかげで兵隊さんに怒られずに済むよ。あ、この人は駅員なんだ。あれ、この辺、あ、駅員なのね。あ、この方に人いたっけ。あ、これかぶってる人ね。あ、これか、この人兵隊だよね。作業ね、慣れしたラキス、あれ、どうやるんだっけ、この荷物リフト、動き方が特殊なんだよな。あんた動かし方を知らないかい。いや、知らないな。そこの上、リフトじゃないと上がれないんだが。そこの上、そこって、ちゃんと整理しておかないとまずいんだ。多分ガラクタがあるだけだと思うんだが、とにかくリフトを正しく動かせないとしょうがない。困ったな、やってみる。はい、を頼まれか、助かるよ。それじゃあリフトの動かし方を説明しとくぜ。リフトはこの3つのレバーで動かすんだ。リフトは、上中下の3段階に動かせる。全部のリフトがそれぞれ一番、なんだって、リフトは上中下の3段階に動かせる。全部のリフトが、それぞれ一番低いところに来れば成功だ。全部のリフトがそれぞれ一番低いところに来なきゃダメだよと。ただし一つのレバーで二つリフトが動いちまう。あ、これもうなんかあれだな、このこういうギミック、二つのリフトが動いちまう、しかも上下どっちに動くかも順序がある。
さらにこのリフトを動かす回数、ああなるほどね、あーはーはー、もう一回やり直さなきゃダメだってことね。あーこれはダメだ、裏でやろう。まあ実際に一度やってみればわかるだろう。例えば何、ああなるほど、1回目はこうあれだけど2回目は2つ動いたね。ああまた離れるんだ。じゃあこれは、あ上上がるの。じゃあこれは、これでもう一回下に行くとか。ああダメなんだね。あーはーはー、あこれはダメ。こうどれがどういう動きするかって裏でよくよく紙に書きながら、 C はどういう動きするか、 B はどういう動きするかってやんなきゃわかんないや。うん、ちょっとやめとこう。ちょっとねさっきの動画が心配なんで、これね上にも行ってみたいんだよ。まあちょっとね、 なんで声がしなかったんだろう。今これ録画がどうなってるのかすごい心配なんで、ダメだったら今のところまでもう一回、自分で裏で進めてもう一回動画見よう。だって全く声が入ってないんだもん。声がしなかった、なんで。あとねもう一つこのゲームね、裏で何回もあったんだけど、これこうやってやるじゃん、でこうやってやるじゃない、これがね働かない時がね多々ある。多々はオーバーか、でもね多ぐらいはあるのよ。本当にすごい困っ、ああなるほど、そっかそっか、もう仲間になってんのか。あみんなずらずら引き連れて歩くっていうタイプじゃないのねこのゲーム。あでもこれは中だからかな。まあちょっと一回ね、まあ、長くなっちゃったし、あれ長いね千年の夢記憶ね。でもさこのゲームの根幹っていうか、この皆無の根幹だから、やっぱりちゃんとねよくよく見たいもんね。うん、では今回もご視聴、あ何何それ、知らなかった。今ほら近くに行くと勝手にグーって動くからさ、体が。あもうないみたいだ。うんなるほど、うん、まあちょっと裏で今のもやってみます。では今回はちょっと長くなってしまいましたが申し訳ないです。では今回もご視聴いただきありがとうございました。すごい不安だよ。もう一回さっきのセーブしとけばよかったな。オートセーブないし、もう一回今の裏で全部聞かなきゃ。まあスキップすればいいのか。では今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。ジラティでした。じゃあね。